全力を尽くしたのにアクシデントがあって残念ですね。さてマルセロ・ゴメス、ブラジルの出身です。先ほどはクルミ割り人形を披露してくれました。このバリエーションはマーク・ゴーデンの振り付け、パガニーニの音楽です。マルセロ・ゴメスでした。ベッシーさんはどうお考えか分かりませんが、私はクルミ割り人形よりはいいと思いますが、そうですね。彼は観客にユーモアのあるウィンクをしているような感じです。彼はもったいぶらないで、なかなか好感が持てますね。この創作部門でもいいですよ。古典部門も良かったですけれども、ちょっと重苦しい感じでした。いいですね、先生に抱かれていますよ。感動的ですね。